仙台地方裁判所は、宮城県仙台市にある日本の地方裁判所の一つで、宮城県を管轄している。略称は、仙台地裁。大河原、古川、石巻、留、気仙沼に支部を置いている。仙台地方裁判所には、仙台市青葉区に置かれている本庁のほか、大河原、古川、石巻市、留市、気仙沼市の四市一町に、地方裁判所と、 家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の6カ所に加え、月立ての1カ所を加えた7カ所に、簡易裁判所を設置している。また仙台、古川の2つの検察審査会も設置されている。本庁大河原支部、古川支部、栗原市のみ、月立て簡易裁判所管轄、所在地は、栗原市月立役史3の4の14。富支部、石巻支部、気仙沼支部、ただし、 行政事件、各支部の執行事件及び、合議事件、大河原支部管内の少年事件は、本庁で、止め支部管内の少年事件は、古川支部で、気仙沼支部管内の少年事件は、石巻支部でそれぞれ取り扱う。被告、実刑判決に不満か、仙台地裁切り付警官5カ所に、刺し傷仙台地裁切り付被告対象の所持品、検査開始宮城。 ありがとうございます。